トン・ドゥック・タンは、ベトナムの政治家。ベトナム民主共和国の第二大国家主席で、南北ベトナム同一後、初代ベトナム社会主義共和国主席も務めた。青年期に共産主義者となり、1912年にフランスに渡る。帰国後、ホーチミンと共に独立運動に従事する。1951年、ベトナム労働党第二回党大会において、 党中央委員に選出される。1955年から1960年にかけて、ベトナム民主共和国の国会常務委員会議長を務める。1960年の第3回党大会において、党中央委員に再選出される。同年7月15日、国家副主席に任命される。1969年9月2日に、ホーチミン国家主席が死去したため、 翌3日、国家主席に昇格した。1975年5月、北、ベトナムが、ベトナム共和国を倒し、南北ベトナムが統一された。1976年7月2日、南北ベトナムが正式に統一して、ベトナム社会主義共和国が建国され、トン、ドゥックタンは、初代国家主席に選出された。同年の、第三回ベトナム共産党大会において、 党中央委員に再選出。1980年3月30日、死去。第2期党中央執行委員会第3期党中央執行委員会第4期党中央、執行委員会。ありがとうございます。